はい、今回はですね、トトリの村を紹介していきたいと思います。はい、トトリの村の専門側からちょっと今入っているんですけども、今回ですね、トトリの村の中の動物たちの紹介はもちろんそうなんですけども、これから夏、暑くなるんですけども、このトトリの村ってすごくね、木が生えておりまして、すごく涼しい実は場所で、ゆっくり足を止めてですね、このトトリにいる水鳥たちをね、観察できる場所で、結構穴場の場所としていうことで、これをぜひね皆さんにも知っていただいて、ちょっと暑いなと思えばここでゆっくりね足を止めて見てもらいたいということで、ちょっと今回はね紹介の方させてもらいたいと思います。で、今トトリの村ではですね、キンクロハチロのヒナが、帰っておりましてね、今結構ね水の上を一生懸命泳ぎながらって言ったらですね、おかしいですけども足をでね一生懸命漕ぎながら元気に過ごしております。で、特に僕らもねすごくすごいなと思うのは、このヒナの時のね、羽がそんなにね水を弾くような羽ではないということなんですけども、結構潜るのがねすごいんですね。キンクロハジロ潜る潜水ガモと言われてるんですけども、その潜水ガモの、姿がですね、このヒナの時からもうすでにあるということで、結構すごいなと。で、ちゃんと水も弾いていますので、すごいなっていうのがね結構見てて面白いです。で、潜ったらどっから出てくるから分かんないので、それずっと待って観察してるのも一つね、ここの今の楽しみ方ではないかなというふうに思います。結構面白いのでじっくり足を止めれるかなと。今年もですね、ちょっと浮島がちょっと見えるかなと思うんですけども、2個ぐらい今浮いてます。そこにね水鳥たちがねいたりとかもしますので、結構水の流れでね動いてます。そんなところでなんかこう自然な感じでね、見れる場所にも、実はここはなっております。ちょっとここ今ちょうど真ん中ぐらいですね、なるんですけども、白鳥の、うち3種類、飼育してるわけなんですけども、その白鳥の種類の説明看板がねこれ手書きであります。で、こういうところに大白鳥と小白鳥の見分け方までしっかり書いてますので、この黄色い部分がどうなってるかで琥珀鳥、琥珀鳥の違いが出てきますので、そういうのを見てもらったりとかですね、してもらえばなと思います。で、まだ今ちょっとね餌を食べてる姿とかもね向こうにいますけども、あの白い、にはいますけども、あれは白眼ですけども、ああいう眼の仲間もねいたりとかします。で、2つ目なんですけども、これもはここでいるカモの紹介ですね。今5種類いますけども、それがそれぞれどんな写真付きでねどんな鳥なのかっていうことを紹介してます。さっき白鳥で、ここはカモということで、同じ場所にないで、点在して置いとくとですね、ああこういう鳥なんだなっていうことがね見てもらえるということで、一つにはまとめていなくて、こう題名もね探してみよう、トトリの鳥たちということで、これを目印で探してもらえれば、ここのトトリの村にいる鳥たちが全てわかるということになります。で、これは出口側、出口側って言ったらおかしいですね、ペンギン館側になるんですけども、ここにはガンの、5種類のガンの、紹介してます。で、ここでは何羽いますよっていうところまで書いてますけども、写真付きですので、マガン、ヒシクイ、シジュウカラガン、ハクガン、インドガンというね、その5種類を見つけてもらえればなと思います。このガンの仲間はね、ちょっと体が大きいのでね、分かりやすいかと思います。カモより大きくて白鳥より小さいみたいな、そのぐらいの体の大きさのね、ありますので、このちょっと広い場所ではあるんですけども、ゆっくりね足を止めながら、水鳥たちがね水の上を、泳ぐ姿とかね、そういったような姿を見ながらね、このトトリの村の水鳥たちをね、じっくり見てほしいっていうのがあります。で、やっぱり暑い時はここに、特にこの出口あたりがすごいね涼しいんです。なのでね、ここで少し一休みしながらね動物見て、で違うところにまた行くっていうのも一つ動物を見る夏の回り方のねポイントになってくると思うので、ぜひこのトトリの村、すごくゆっくりな時間が流れている場所ですので、必ずねここは寄っていただきたいなというふうに思います。